寂しいですね、小林さん。ねえ、なんかシーンとしてますね。シーンとしてますか。してます。そうですか。はい、まあ、いつもだったらこれもすごい人が入ってるんですけど。ねえ、大歓声で、もう自分の声だし聞こえないですもんね。そうなんですよね。はい。あ、ご挨拶遅れました。はい、どうもとこちでございます。こんばんは、久保純子です。はい。まあ、ポップジャムは始まってまだ3ヶ月ほどなんですけども、はい、もう本当に来てくれるアーティストの皆さんに DJ ショーではすごいパフォーマンスを ね見せていただいております。はい、あのね、1回目はあれこれでいいのかってぐらいなんかスルスルスルとなんかできちゃった気がしたんですよね。司会にしてもあっという間にね終わっちゃいましたもんね。だから逆に2回目ぐらいからの方がね、うん、逆に変な緊張ありましたよ。ああ、やっぱりなんか隣の声が聞こえないんですよね。こうやって普通に喋ってても全く。そうなんですよね。やっぱり歓声が ねすごいですからね。はい。あとはあれじゃないですか。郷さんにね。ねえ。いい絵ないよって。そうですね。あのオルガンですけども。ね、結構あのオルガンと歌を合わせるのに何回も練習されてましたよね。うん、そうですね、うん。それだけになんか本当に響いてきて。あとはパフィーの、はい、山田花子さん。はい。飛び入りで ね入ってきましたけども、ね、歌すごいですね。すごいけど実はあれ、うん、本当に一生懸命練習されて真面目にちゃんと歌ってるんですよね。そうなんですよ、ねだから本当に拍手したくなりますよね逆にあれは難しいと思いますよ。何がどこを取っても合ってないっていうのは、きつい。やすごいなと思って、ねえでも盛り上げてくれましたよ ね、 本当にね楽しい方でした。はいそして、はい、旅立ちをテーマにしたあのジーンとくるジュークですとか、ね、はい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 、ジュークの、ケンジさんでしたっけ。はい、ケンジさんはあの歯があの悪くて、うん、その時はあの痛み止めを注射してやってくださった、ね、本番ギリギリに帰ってらっしゃいましたもんね、歯医者さんからね。もう熱意が伝わりましたよね。はい、そして4月29日のオンエアでは、まあ、失恋をテーマにやってましたけども、はい、まああの場ではね、あんまり話せなかったですけども、久保さんはあの失恋なんてのはありますよ。そりゃ一つ二つ三つ結構ありましたね。結構増えていきますね。でもなかなかね難しいですけど、でも、はい、もうこう食べて忘れるっていう時期もありましたね。食って忘れるんですか。うん、結構そうですね。一気にカーって食べてブーって太って自己嫌悪に陥って忘れるみたいな。あ、そうですか。ハッピーエンディングみたいな、ね、あ、いや、まあもう今はもう結婚なさってますからね。まあね、落ち着いてますよね。今それで失礼なさったら大変なこと。小市くんは、小市くんはえ、なんかあのステージでは聞いてないような気がするんですよね。僕はどうでもいいんですよ。なんで。いや、僕はそれはね、うん、視聴者さんです、一つの三つのありますよ。こんなグー、一つや二つありますよ、やっぱり。まあね、はい、もういろいろ PJ ショー見てまいりましたけれども、はい、PJ ショーの他にも、もうビッびっくりするような企画ありましたね。楽しい。ありましたっけ。あるんですよ。見てみましょうよ。はい、見てみましょう。お願いします。演歌みたいなやつもあったりなんかするんですよ。例えば石井さんの演歌。そうなんですよね。はい、オンザロックをちょうだい、私に吸わせてみたいな歌もあるんですよ。知ってる人いるみたいですね。よければ野営に入っていただくということで、はい、あ、そうですね。じゃあそうしましょう、はい、じゃあ今のあのチキンガイルズ新曲の振り付けをちょっとやってもらえますか。はい、あのワン小節ですけど、はい、ちょっとすいません、これからまず見せてもらえます。そんなのありましたっけ。どこかで、早かったかな、分かんなかった、どこかで見たことがあるような。もう一回言ってください、もう一回言ってください。え、ちょさっきと違うじゃないですか、それ。 And one あ、やらないTouch yourself. おいしょ。間違えちゃった。すみません、なんか俺恥ずかしいな。俺も一応踊れるんだけどね。He's good. He's good. He's a dancer too. お、素晴らしい。うがちゃか、うがうがうがちゃか、うがうがちゃか、うがうがうがちゃか、うが。恥ずかしい。あ、恥ずかしいわ、もう。はい、というわけで、ね、つまんないものを見せてしまいました。高一くんもいろいろやってくれちゃってますよね。それはどうでもいいんですよ。やらされちゃってるっていうか、それはどうでもいいんですよ。
まあ MC 中に起こった、はい、まあ、ハプニングというかなんというかね、何にも台本にないですもんね、そうですよね、起きちゃうんですよね、意外なところで石井さんは演歌も書いていくということがありましたし、はい、聖子さんはアカペラで歌ってくれました、ね、聖子さんもなんか幸せがにじみ出てましたよね、あの赤いスイートフィー、ね、結構感激してたんですけどね、いや、あやの時久保さん踊ってくださいよ、ちょっとねどんくさすぎてお見せできるようなダンスじゃないんですよ、家ではやってるんですけどね、あれはやらなあきませんじゃちょっと次回チャンスをください、いや、あれはやらなダメですよ、やっぱり本当、やったっちゅうに俺ばっかりやってたじゃないですか見てるとそうですね、今度じゃあ頑張りますわ、頑張ってくださいよ、はい、マジで、わかりました、こいちくんダンス、はい、ますますパワーアップしてますね、じゃあねどうやんぐらいじゃわかんないですよでも結構教えてもらってますでしょ、赤ちゃんダンスとかね、あ、結構使えるんじゃないですか、赤ちゃんダンスね、ありましたね、ありましたねふみやさんも来ていただきましたし、そうですね、ふみやさん日頃からそうですね、お付き合いあって、ありますよ、どんな方なんですか、もうとっても優しいっていう感じがしたんですけど、あのね本当にすごいナチュラルな方なんですよ、本当に疲れない人っていうか、だから結構感激しちゃったんですよ、僕すごい人見知りするタイプなんですけど、そういう風にさせない、人見知りを相手にさせない人なんですね、包み込んじゃうわけですね、そうです、いいお兄様ですね、そしてここで歌ってるのを見ると、あー、やっぱすげえなフミヤさんと思いましたからね、結構見てましたよね、あの時ね、久保さんだってそうじゃないですか、そうでした、ちょっとよだれが、ね、鼻血も、そして、はい、小市くんが、楽しみにしていた人、ああそうですよ、誰、僕が楽しみにしてた人、ボンゾビの皆さんはやっぱね楽しみにしてましたよねえ、やっぱりあの NEXT100YEARS という曲を、はいはい、まあ、僕たち J フレンズというユニットがありますけども、その J フレンズのために、はい、まあ、震災のね、震災に遭われた方たちのために作ってくださった曲なんですよね、はい、それを生で見れましたし、そうですね、あと禁じられた愛、はい、見れましたし ね、いや本当あれは僕はあの日はすごい緊張いたしましたよ、ね、結構みんなハイでしたよ ね、スタッフの皆さんもいつもよりこうテキパキテンション高いんですよ、はい、何があるの何があるのって、ボンジョビさんが、そうなんですよ、だからこういろんなバンドの皆さんの中からチョイスされた、その場だけのスーパーバンドを作ったじゃないですか、はい、だからその時ボンジョビ皆さんが直々に指導して、足をこうしようっつって、結構厳しかったみたいですね、ですね、僕もモニターで見ててハラハラしてました、でもうまくいってよかった、ボンジョビ直々の指導だ、すげえなーと思って、でもその指導されるのもやっぱ嬉しいですよね、結構ね、そりゃそうですよ、ね、ね、思い出に残りますね、あれ本当にすごかったですね、はい、はい、もうインターナショナルですよね、こう考えると、そうですね、毎回ほとんど外国人のゲストの方も来てくださいますもんね、来てくださってますね、うん、これからどうしましょうね、これから僕は、マイケル・ジャクソンが見たい、お、いきなりご指名できましたね、マイケル対東くんっていうのを見てみたいですけどそっちに来ましたねそれは結構面白い、すごいよね、見てみたいと思うんですけど、まあ、これからもかっこよすぎる、はい、ね、素晴らしい PJ ショーと、うん、そうですね、まあ、またこの、ね、NHK ホールの臨場感を皆さんに伝わっていただければなと、うん、はい、今日はちょっとシーンとしてますね、そうです、こんな客席に座ることないですもんね、そうですか、うん、僕ありますよ、あ、そうなんですか、例えば自分のコンサート会場とか行ったら必ず客席にまず行きます、でステージを見るんですよ、はい、でなんか雰囲気をお客さんの目線っていうのはどうなってるのかなっていうのを感じるんですよね、だからこう降りてきちゃったりするんですね、あ、そうですね、降りたりしてよく見ますよ、ね、近くなったり、はい、そうなんだ、はい、そうか、勉強させてもらいます、ありがとうございます、いい